最初に決めたジョブ、職業で一生生きていくわけではないから、途中でジョブチェンジしていいからっていうのを分かった上でね、思い切ってね、踏み出してみてください。はい、こんにちは、江戸川です。今ですね、人生が思い通りにならないなって思ってる人とか、何やったらいいか分からないとか、自分は何のために生きてるのかなって思ってる人、そんな人のために今回この動画を撮らせていただきます。非常に分かります。私もそういう時期ありました。世の中成功してる人たちってめっちゃ人生簡単に生きてるように思ったことないですかね。え、人生イージーモードに進めるためにはどうしたらいいのかっていう方法があります。答えを先に言いますと、さっさと自分の職業を決めてしまうことです。どういうこと？当たり前じゃんと思うかもしれないんですけど、適当に決めろっていうわけじゃなくて、例えばゲームの世界、ゲームやったことありますよね。ゲームの世界でいう剣士とか武闘家とか魔法使いとか弓使いとか商人とかね、いろいろ職業あると思うんですけど、例えばその剣士の中でも体験使いとか宝剣使いとかあるじゃないですか。魔法使いの中でも攻撃タイプと補助タイプなんかとかあると思います。ゲームの世界とかで無職のまんま冒険に出るっていう無謀なことはないと思うんですよ。ポケモンやったことありますよね。ポケモンやってても最初炎か水か草かなんか選ぶでしょ。ポケモンを選ばんとそのまま草むら入ろうとしたことありますよね皆さん。そしたらブブーってなって危ないよってポケモン大木戸博士呼んでるよみたいな。なるやろ。人生って自分の職業を決めてその武器を持ってから冒険に出ていく、冒険に出てからその武器のスキルを磨くみたいなことが必要になってきてて、同じ人生を現実世界でも最初に何か決めてそれを伸ばしていった方が圧倒的に結果的に効率がいいっていうことが分かってて、だから職業はゲームと同じように大分類から小分類まであるんやけど、まず大分類と中分類ぐらいを決めてスタートしちゃいます。炎か水か選びますと。その後に炎にプラス格闘が入るとかね、あるやん。例えば武闘家を選んで武器はテコンドーにするみたいな、暗殺者になるのかとか、アサシンみたいな、あるやん。そんな感じ。この世界でも営業職かサービス業みたいな感じで対人関係の職業を選ぶのか、ウェブとかデータ分析とかで IT 関係の仕事を選ぶのか、事務とか人事みたいなサポート関係の仕事にするのか、経営とかマーケティングとかの戦略関係の仕事にするのかってね、まずは決めること、どっち系で行こうって決めてしまうことやね。決めないと伸ばせないから。パソコン好きだなーっていうので IT 関係いいでしょう。人と喋るのが好きやなー、対人関係いいでしょう。じゃあ俺の場合はパソコンまあまあ得意やったなと思ったし、人と喋るのも苦手やなって思ったから IT 関係選びました。俺の場合はね、その中でどれを武器に持とうかなみたいな感じでグラフィックデザインとか動画編集とかもあるよね、プログラミングとか。俺は決めきれなくて、とりあえずシステム運用をやり始めた。とりあえず始めたわけやから、それにまつわる知識つけるよねって。草むらに出てシステムエンジニアとして冒険を始めて経験値を積んでいったわけよね。ほんで、溜まった経験値を各種スキルにポイント振り分けていくの。攻撃力なのか、防御力なのか、みたいなスキル。こっちの世界ではね、リーダーシップのスキルなのかとか、マネジメントのスキルなのか、プレゼンのスキルなのかとかあるわけよ。これが冒険を進めていくうちに、自然と、このスキルに振り分けたいなーって思い始めたのが、コミュニケーションスキルとか、効率化のスキルとかやった。問題解決ですよね。コミュニケーションスキルは、1ポイント割り振ったら、1段階スキルアップしてた。けどなんとね、効率化のスキルに関しては1ポイントの2段階でスキルアップしていくことに気づいた。自分の得意分野が分かっていくんですよ。経験のポイントを振り分けることで伸びやすいのが分かってくるんですよね。でほんで途中から、え、マジで効率化めっちゃ上がりやすいやんっていうので効率化スキルにほぼ全振りしてきてみたいな。でそこから職場で業務効率化の部がやってきて、チーム全体の業務改善を任されて、それに自信がついてきてバッチバッチ進めていくんやけど、スキルの偏りが問題になったんか、コミュニケーションスキルが全然乏しくて、年上の俺をねよく思ってない先輩とかいたわけよ。一人だけさ業務改善を作ってもらってね、そっち行ってとか、結局ねそこで大揉めしたり反発があって、結局その立場から降りざるを得なくなって、そのタイミングで俺はもうジョブチェンジをした。魔法使いから勇者にジョブチェンジするみたいな。で、ウェブ関係から経営関係にジョブチェンジ、シフトチェンジした。で、起業しようって思い立って起業した。起業するって決めて動き出したけど、何をしていいかわからんかって、とりあえず飲食店を始めたんやけど、これはちょっと失敗だなと思ってて、過去の経験を全く活かせへんし、多少はデータ分析とかね、分析関係活かせると思うけど、サービス業に特化したスキルっていうのは1ミリも伸ばしてなかったから、めちゃくちゃ苦労した。
最初大失敗、経営者に必要な問題解決のスキルっていうのはすでに身についてたし、その後ね、いろいろ経験しながらコミュニケーションにポイントを打ってって、とりあえずできてきたの。でも、こう店に立っていらっしゃいませとかいうのがアルバイトに出たりとかね。で、試行錯誤して繰り返していって、で、戦略とマーケティングスキルも伸びやすくなってきて、そこになって戦略していって、で、ウェブとか IT、パソコン関係の過去に触ってたことになって、IT 関係も強い経営者っていうので、自分が確立したことができる。で、その後すぐにアフィリエイトとかを始めて、これに関してはバッチシハマって、すぐに結果が出た。効率化していって、一番利益率が高かったりとか、その方法、動線作ったりとか、で、組織化していって、で、広げられて、自分はその強みを伸ばして活かしながら、弱いところっていうのは人に助けてもらうっていうことをするような。コミュニケーションとかめちゃくちゃ下手だからね、その辺はね、コミュニケーション特化型の人にお願いしたいとか、今はそのね、実績をもとに、どこ行っても自分の強みを生かすポジションをやらせてもらえて、何やっても、この自身は美容サロンやろうが、成功するやろうし、また飲食店やったとしても、自分の得意不得意分かってるから、役割分担して成功させる自信もある。自分のその強みを理解してるから、それを必要としてる人とも組めるわけよね。こうしたら人生がめちゃくちゃイージーモードになる。もう一回振り返ってみると、何をしたかって、さっさとね、自分は何々の人って決めて早くスタートを切ったからこそ、経験値をいろんなに割り振って、自分に向いてるものが見つかって、伸ばしやすいものが見つかったから、その伸ばしやすい方向の分野に後で別のジョブチェンジしてみたね。で、それで結果を出せるっていうことが分かって、それをさらに伸ばして、もっと結果が出せるようになった。で、それはね、迷っていつまでもスタートさえ切れてないと、ずっとマサラタウンにいるようなもん。この人ってずっと自分をね、ハードモードにしてるよ、人生。だから何でもいいからさっさと決めて、とりあえずスタートする。スタートして自分の強みが分かったら、人生がイージーモードに変わるよ。スタートせんかったらそれも分からへんからね。最初で決めたジョブ、職業で一生生きていくわけではないから、途中でジョブチェンジしていいからっていうのを分かった上でね、思い切ってね、踏み出してみてください。分からんかったら、自分何が向いてるかなっていうのって人に聞いてもいいからね。自分って何が得意かなとか、普通に聞いたら教えてもらえるし、それでもう思い切って踏み出してみるとかね、したらいいから。迷ってる方見たら、このコメント欄とかにもね、私何が向いてますかねとか聞いてください。とりあえず何でもいいからGOって言いますけど、誰かの背中の後押し、借りてもいいですから、気軽に相談してください。ということでね、1000人登録達成しまして、今後も皆さんのためになるような動画を、どんどん配信していけたらなと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、いいね、忘れずに、エドゥー！